そう、この時代時給はちょっとね、いろいろ食べやすいよね、これがね。まあそれでそんな感じで、なんていうのかな、何かにとらわれすぎてるんだよね。とらわれ、あ、時間は24時間だとかとらわれたり、あ、政府とか閣議決定という宗教みたいにとらわれたり、ね、それが正しいわけじゃなくて全然正しくないじゃない。今までなんか何が正しかったかってないんだよね。で、まあちょっとここは言えないからあれはずダメって言われるかしらんけど、北里大学でいうとこをね、まあ、調べてほしいなと思いますわ。北里大学言えば、まあちょっと言えないけどね、あれはいいんだよ、だけどそれは悪いはずじゃないんだけどね。これちょっと出てんのかちょっと見てみないかね。本当はね、そう、イベルをね調べてほしいなと思うね。イベルメクチンがいいか悪いかは私は推奨するわけじゃなく分かんないけど、ただ私はもう勝ったよということでね。本当は北里大学 の、 イベルメクチンで大村教授という方が、見つけて、でイベルメクチンをインドから、本当は日本で作らさないようにしたんだよね、あいつらがね。その厚生労働省とか厚生省、昔は厚生省になるんだけど、そういう子がね飲ませないようにしたのね、あの時にね。でそれでバンになること自体がもう違反なんだよね。その言論統制してるじゃない、それが、それでもう犯罪だと分かんない、それはもう裁判かけなきゃいけないことなんだけど、これから裁判になるでしょうね。関わったとこは全部裁判になる、はっきりと軍事裁判でいいよ。今の裁判所は日本じゃないからね、最高裁判所でもどこでもね、朝鮮とか、在日系ですから、だからね、選挙自体が不正だって分かるんだよね。今までずっと選挙で昔からあったけど不正選挙ということに、自分たちの都合のいい、自分たちの都合のいいことを選挙としてやってきたんだよね。だから本当はイベルメクチンを調べてほしいなと思う、自分でね。本当は日本で売ってるのを止めたのが厚生労働省だから、インターネットで あるんだけど、私はそこで買ったんだけどね、まあ、自分でいいなと思ったら買ったらいいだろうしね、調べて、いや、やめとこうかなと思う。最初は私もそう思ってた、分かんないからね。本当は日本で作ってたものに対して、もともと1以上が17円だったんだよね。で、わけのからメディアとかあいつらが、とんでもない、ニュース流してやがって、買わせないようにしたんだよね。ちょっと怖がらせてばっかりやったり、中国から届くとか、中国の方から不正なものが届くとか、わけわからんこと言ってたね、麻薬が届くとかね、そういう輸入したらそうだとか、本当にあいつら本当に始末しないといけないんだけど、人間じゃないんだよね、始末性ってよく言ってんだけど、一人で始末するんじゃないんだよ、これは。だったらもうほら、みんながこう参加し、逃げることも一つの戦いであるということね。ああいう財務省とかああいうところにも関わらないということね、逃げるということ、もう働かないというところが一番なんだけどね。裏の書き方があるんだよ、すごいね、作戦があるよ。で、一刻も早くね、この訳分からんね、メディアから抜けてほしい、学校とかね、学校は正しいわけじゃない。で、政府とかいう、そう、名前も汚い、あれは犯罪だ。武見とか、あれ武見容疑者って私言ってるんだけどね、武見とか親子で飛んで容疑者だったな。で、あんなのテレビで出したの出したこと自体でもう放送法違反なんだよね。放送会社が日本の会社じゃないんだよね、もともと日本人向けじゃないってこと、韓国向けだね。日本人の会社じゃないわけだから、スポーツだってそうで、日本人の会社じゃないから、例えば野球で誰が勝ったよとか、まあちょっと名前